あの男がもう君に近づくことはないよ君を傷つけたんだ当然の報いだよあの日君をあの男の部屋に連れて行ったのは私なんだ雨の中ボロボロになった君は休息が必要だったそれに 最近になって私を見張る者たちがいるのでね。君を一時的に預ける必要があったんだ。けれど、馬鹿な男だ。父さん、まさか。見てごらん、この桜吹雪よ